はようございます。6月15日水曜日の朝です。雨が降って肌寒い朝です。昨夜のチュニジア戦、攻撃も守備も課題満載の試合でした。ワールドカップに向けてこの課題を克服して、ワールドカップにはもっともっといいチームになってくれると信じています。では仰向けになってください。呼吸に気持ちを向けてください。呼吸によって体はどう動いているでしょうか。床と体の接地面はどう変化しているでしょうか。頭を左右に傾けてください。では動きをやめて、両足を立ててください。両手は手のひらを床側にして、お尻の下に入れてください。右手は右のお尻、左手は左のお尻の下に入れてください。息を吸いながら、お尻が手を押していって、そして吐きながら、お尻が手から少し軽くなっていきます。この動きをゆっくりと繰り返してください。お尻が手を押していくとき、息を吸いながら胸、お腹を膨らませます。息を吐きながら胸、お腹が小さくなって、お尻が床から、お尻が手から軽くなっていきます。ゆっくり優しくこの動きを心地よく繰り返してください。顎はどう動いていますか。喉に近づいたり、天井の方を見たり、足の裏は床から少し軽くなったり、床を押したり、一旦両手両足を床に預けてください。床と体の接地面には何か変化がありましたか。もう一度同じ体勢をとってください。両手をお尻の下に敷きます。今度は息を吸いながら、左のお尻で左手を踏んでいきます。そして息を吐きながら、
お尻は右手に移っていって右手を踏んでいきます。息を吸いながら左手を踏んで吐きながら右手を踏んでいってください。吸いながらお腹が膨らんで吐きながらお腹は小さくなります。頭はお尻とは逆の方向に転がしてください。左のお尻が左手を踏んでいくとき、頭は右、右のお尻が右手を踏んでいくとき、頭は左です。両手両足を伸ばしてください。右と左の違いを観察してください。両膝を立てて同じ体勢をとってください。今度は息を吸いながら右のお尻が右手を踏んで吐きながら左手を踏んでいきます。ゆったりと お腹の動き、骨盤の動き、そして頭の動きに気持ちを向けながら動いてください。息を吸いながら右のお尻が右手を踏んで吐きながら左手を踏んでいきます。お腹が膨らんだり小さくなったり、心地よく動いてください。徐々にこの動きを速くしていって、真ん中で息を吐いて、左右に行くときに息を吸ってください。軽く、速く、ではゆっ
くりと動きをやめていって、両手、両足を床に預けてください。呼吸に気持ちを向けてください。呼吸で体はどう動いているでしょうか。最初に比べて、呼吸と体の動き、分かりやすくなったでしょうか。頭を左右に傾けてください。では動きをやめて起き上がってください。はい、がっかりした気持ちもゆったりと呼吸をして、呼吸と体が心地よく一緒になって動くと気持ちも落ち着いてきませんか。では気を取り直して、今日もいい一日になりますように。いってらっしゃい。